GPA カレッジがついに企業法に手を出したーいやお前企業法担当式20点のくせに何できんねんと <laughs> っていうふうに皆さんね思われてると思いますがそう僕にできる企業法といえば唯一企業法の条文をゴロにすることです <laughs> それぐらいやったら学長でもできるからあのさ言うたって企業法って条文やん まあそれは担当だろうか論文だろうか、やっぱ根底は条文でね。僕も企業法受験時代苦手なりにやったことは、条文を頭から読むってのやってたよ。 まあ、テキストというものはもちろんいいんだけども、条文をこうちょっと頭から通読してみると、まあ、結構こう整理できたりするのよ。綺麗に条文って並んでますからね。とか、一丁前のこと言ってるけれども、まあ、あそんなね、受験時代は、実は僕は語呂を考えていて、特 <laughs> に論文式とかだったら、よく引く条文ってあるのよ。東洋紙によく書く条文。わざわざいて番号をこう書くめんどくさいから、よく引く条文は僕はね、語呂に知ってたのね。なんかその語呂にする過程で、えー、覚えてた。 みたいなところもあるし何よりね僕は企業法があんま好きじゃなかったから語呂 <laughs> にすると楽しくなるやんだから別に論文じゃなくて担当の人もね企業法を楽しくなってほしいという趣旨も込めて今回は企業法の条文語呂全部一挙公開いきます CPA カレッジ 設立系28条変態設立事項。まあ、これは、ね、もう王道ニやつく変態でしょ。誰が考えてもこのごろになるんじゃない <laughs> ?33 条検査薬の専任、さっさと検査して、早く検査してもらわないと設立できない。34と63条がセットで、資本充実ね。 はよ払い込み屋。これはね、皆さん読み方にちょっとコツがありますね。さよ払いの飲み屋って思うんですよ。さあ、次。50条、権利株。う5点立つまで上とダメ。まあ、5点ですからね。5点立つまで上としちゃダメなんですよ。皆さん株はね。53条、発起人等の損害賠償責任。公算の発起人賠償。 もうそんなさ、高参でさ、会社なんか作っちゃうからさ、世の中まだまだ分かってへんのにさ、賠償責任になっちゃったやん。っていう。次、56条。会社不正率の場合の責任。もうこれはね。 不成立トコムでしょ。不成立トコムっていう株式会社ですよ。誰が出資すんねんって。さあ、65、創立総会招集。創立総会のロゴ。どんなロゴなんでしょうね。多分、なんかこうやって手つないで握手してるみたいなロゴなんでしょうか。次、96条、創立総会における定款変更。苦労して定款変更。やっぱりね、定款変更するのは苦労がいる。 さあ,あ、じゃあ続きまして、株式系来ましたね。株主有限責任の原則、責任トレれよーですよ。104、レれよーですよね。はい、107条、株式の内容についての特別の定め。トレーナー譲っちゃダメよ。ちょっと今日ね、トレーナーじゃないんですね。シャツなんですけどね、ねトレーナー着てると思って、寝巻きみたいなやつ。<laughs> <laughs> そのトレーナー譲っちゃダメよ。まあ、譲渡制限みたいな話があるでしょ、170条ね。はい、108条、種類株。これはね、入れ歯の種類ですね。あの入れ歯って多分、いろいろあるんちゃうのまあ、知らんけど。<laughs> 109条、株主、平等原則。これは丸く平等でしょ。はい、丸く平等。はい、皆さん一緒にせーの。丸く平等。116条、 反対株主の株式買取請求権。いちいちムカつく買取請求。いちいちムカつくんですよ、この会社が。もうだから買取請求権行使したろうかなと思って。次、127条株式譲渡自由の原則。いつになったら株式譲渡できるの あの、株式上等自由や、言うてんのに、いつになったらできんのーっていう、まあこういうね、よく分かってない人ですよね。えもしくは、いらチちの人ですよね。次、130条。株式上等の対抗要件。名簿に記載は遺産多い。もう,もう名簿に記載するってなったら、もう胃が重いわと。まあそんな感じですか。はい、135条。親会社株式の人と聞き親会社、It's me, no! まあ、ノーというかね、ゴーなんですけどね。あの、親会社株式、イッツ・ミーって言ってるけど、親会社株式って取得できませんから、だからノーというかゴーなんですよ。親会社イッツ・ミー、ゴー <laughs> さあ、次、136条、株式上との承認請求。イーサー・ムッド承認請求。皆さん、これはですね、ミッション・インポッシブルを思い浮かべてください。ミッション・インポッシブルの トム・クルーズがやってるイーサー・ハントっていう主人公がいるんですよ。そのイーサー・ハントがね、ムっとした顔でね。承認請求してるとこんな感じですよね。さあ、155条、自己株式。いい午後、自己株得。まあ、ちょうど今日みたいな感じですよね、えー。今日は日曜日の午後に収録しております。昼から飲むハイボールがおいしい。188条、単元未満株式。単元未満、いやいや。 まあ、議決権ないですからね。やっぱり嫌ですよね。単元ビームはね。210条。募集株式発行差し止め請求。不当な発行差し止めろ。これ綺麗よね。214条。株券の発行。半紙の株券。ちょうど薄いね。えなんかもう、なんかこう、裏が透けそうな株券イメージしてください。半、まあ、ってのはですね、2の半分が1だからです。無理やりとは言わせねえぜ。 に入りました295条、株主総会の権限、株主総会にゃん95、にゃんですよ。<laughs> 株主総会にゃん95、優しい株主総会ですね。何、えー、やろう、ペットショップとかの株主総会なのかな ?298 条、株主総会の招集の決定、つくばへ総会招集。あつくばって宇宙センターとかあるじゃないですか。 だから、宇宙センターへ株主がみんな集うみたいな。そんな感じなのかな。303条、株主提案権差を見て株主提案。なんでしょうこう、釣りの先っぽ見てね。釣りの先っぽがパクって魚食いついたら、提案するみたいな感じかな。<laughs> 僕、釣りを売ってる会社に関西法人の時、関西に行ってたのよ。これ、あの、本当です。308条、一株一、議決権。見れへんやん、議決権。 ねせっかく議決権、一株一議決権持ってますのに、議決権ってのはね、形ないですからね、目に見えないやんって、株主が怒ってるイメージかな。309条、株主総会決サンキュー総会と。サンキュー総会オッケーオッケー,ッケーと。310条、議決権の代理行使佐藤代理行使誰やねん <laughs> いや、あの、佐藤の忘れな。ファブルかな。 あの漫画のファブルで主人公が佐藤っていうやつなんですよ。もう天才殺し屋みたいでねあの。ファブル面白いから、ぜひ読んで。313条。議決権の不統一行使。再三言えば不統一行使可能。もうご利用しすればね、不統一行使できるわけですよ。314条。取締役の説明義務。取締役、最新状況の説明。綺麗やね。319条。総会決議の省略。 総会省略されて最悪,最悪どんだけ !329 条、千人。見にくい千人争い。これも綺麗ですね。ただ、語呂は見にくいです。次、330からの民法644条、全館注意流。 サザン、ミナにロック、寄せよ、と。ね。あの、サザンオールスターズはね、名曲も多いんですが、そんな中でも結構ね、放送禁止レベルの曲も多いんですよ。だから、もうサザンがね、もうね、全館中入を守らないわけですよ。だから,だからね、そんなサザンがね、ミナにね、ロックを押し付けるんですけれども、寄せよ、って言ってたわけです。ミナ、ミントロック、ヨン、ヨン、ですよ。 さあ、次行きましょう。331条、取締役の資格。ささいな資格、ね。取締役、ささいな資格とは言えないけれども、ね、誰でも頑張ればなれるんだよと。自分で会社を立ち上げれば誰だって取締役ですよ。332条、取締役の人気。さあ、サジ投げようと。最悪の取締役ですね。サジをポイと投げちゃうとゃう。339条、解任。 ささくれで解任。このね、なんか人差し指にね、ちょっとささくれできてしまったから、もうね、業務意識ってできへんねんと、だから解任されちゃったと。とんでもない厳しい会社ですね。342条、累積投票による取締役の先任累積投票のサーシーズ。349条、代表取締役、左翼の代表。 もうだいぶ左側なわけですよ。もうめちゃくちゃね、従来の組織とのもう改革を主張するんだと。あもう組織全部リストラだと。もうそれぐらいの左翼ですよ。354条、表権代表取締役。三越に担がれた表権代表。わっしょいわっしょい !355 条、忠実義務。ミャんごうこう、忠実義務。あの、にゃんこがね、ごうごうですよ。 356,365、協業及び利益相反取引の制限。皆殺し協業。あーこれはね、なんでしょうね。殺し専門の会社なんですかね、えー。裏の組織みたいな。で、この会社の仕事とは別の、まあちょっと知り合いから、あいつ殺してくれっていう案件を受けた。で、協業が発生してしまったと。まあ、そんなところでしょうか。360条、差し止め請求権。 サロンの差し止め。ほら、なんかさ、YouTuber とかでさ、なんかもう怪しげなサロン開くやついるやんか。ね、あの CP カレッジはサロンなんてやりませんから、安心してください。361条、取締役の報酬規定報酬はサーロイン。でねね、サーロインステーキの報酬だよ、っ,って。おいしい,、ね、しいよ、っ,って。362条、取締役会の権限。魅力の詰まった取締役会。 ミロクノツマッタトリシマリアカイ。三百六十八条。厄介招集手続き。急いで招集サロンパツ。んでしょうね急いでねこう招集手続きしたからもう肩こったわみたいな感じですか三百八十一条。関西区の権限。関西区権限に残敗と。もうすごいね、敏腕の監査役でね。もう監査されすぎて、取締役は残敗しちゃったんだと。そういうことでしょうか三百八十七条。 関西役の報酬サバンナで報酬取締役はね報酬がサーロインだったわけですよそれに対して関西役はですねサバンナで報酬ですからねどういうことでしょうか,かワイルドにサバンナでお肉を焼くんでしょうか423条役員等の株式会社に対する損害賠償責任損害賠償死に去らせとやらい厳しい会社ですね命で責任取らないといけないんだと424条株主による免除 必要に免除してくれるやんと何でしょうねこの株主優しいんですかね執拗に免除してくれますからね、責任をね。何でしょう元カノとかでしょうか ?429 条、第三者責任。死肉に群がる第三者。なんでしょうね、えー、第三者が死肉に群がって、ぐってむさぼり食ってるイメージでしょうか さあ、長かった時間が終わりまして、計算系に来ました。432条、会計帳簿の作成及び保存。帳簿シミになっちゃったと。何でしょうね。あのコーヒーかなんかこうしちゃったんでしょうかね。454条、条金配当請求権。横島な配当請求。配当横流ししてよー、みたいな感じか。462条、条金配当制限違反。配当違反にしろと。ね 解答違反したやつにこうシロップをかけてね、もう体中ベトベトにして嫌がらせをすると、そんな感じですかさあ、組織再編絡み467条。事業譲渡等の承認等、素人なら事業上都、ね。そんな経営の才能ないのに、経営なんか分かってない素人なんだから、もう事業誰かに譲った方がいいんじゃないですか ?469 条。事業譲渡の株式買い取り請求権。譲渡反対なら余力で買い取り。 すごいお金がある人なんでしょうね。もうお金が余ってる余力がある余力の資金で買い取ろうとそんな感じでしょうか。さあ、それ以外の条文ですね。504条残余財産分配請求権。これよこせと。これよこせ。残ったもん全部俺のもんと。ジャイアン的な発想でしょうか。 575条、持ち分会社の定款の作成。持ち分会社の定款粉々。585条、持ち分の譲渡。小箱に入れて持ち分譲渡し。バレンタインデーみたいなイメージかな。590条、持ち分会社の業務執行権業務執行しながらこっくりと。もうなんでしょうね。もう居眠りが。もう昨日も寝不足で。えー、もうなんかね、あの持ち分会社の業務執行つまらんし。もう眠たい、眠たいと。 717条、社債権者集会の招集。社債権者集会ないなあ。まあ、そんなね、社債権者集会って頻繁に開かれるもんじゃないですからね。でもないなって言ってね、すごい社債権者集会を楽しみにしている社債権者の人なんですかね。785条、九州合併等の株式買取請求権。合併はなかったことにして。828条、向こうの訴え。ハニワで向こう。 ちょうどね、今日僕、ハニワ色のシャツですね。831条、一条株主総会カの決議取り消しの訴え、闇一取り消し。ね、怪しいもの売ってるんですよ。臓器売買とかしてるイメージかな。838、839、大成功将来功、闇をお照らす大成功。831でね、臓器売買が行われてたわけですよ。だから、838、839で、ね、闇をお照らそうと。そんなブラックなことやめようねと。 847条、株主代表訴訟。お前パシリな。ね、なんでしょうね。お前パシリでコンビニ行ってこいみたいなノリでね。お前パシリで株主代表訴訟を起こせって言われてるって感じかな。854条、役員の解任の訴え。発行したから解任の訴え。ね、もう脳みそが発行しちゃった役員なんですかね。そら解任やわ。908条、投機の効力。 牛レバー。牛レバーはね、僕、レバー刺しとかね、新鮮なおうちにいただくものが好きなんですよね。ねえ、そんなレバー刺しなんてのは新鮮な時期が限られてるでしょ効力が限られてるでしょ ?965 条、預け合い。黒ごま預け合い。なんでしょう昔はですね、カレーに使うスパイスとかって結構高級なもんだったらしいですよ。なのでね、黒ごまだって高級ですよ。だから預け合おうじゃないかと。 全部電柱終わりましたけれども、まあ、何よりね、やっぱね、楽しいのが一番でしょ。好きこそものの上手なれですよ、皆さん。なので、まあ今日の五郎で、僕の声でこう何回も聞いてね、耳から記憶してもらってもいいし、純粋に字面を楽しんでもらってもいいし、まあ、とにかく学長みたいに企業法苦手にならないよ。う企業法を楽しんで、そして得意科目に。